次はこのミニレーザーということでね、 P40B の 3L1、 これがですねこんなに小さいんですけど 40m までいけるみたいです。でまあ、レーザーって使ったことない方ってもしかしたらいるかもしれないんで、どういうものかというと、例えばここからあそこの壁の距離、これレーザーオンというモードがあるので、これをピッと一回押してもらったら、これで今 2.788m ということで数値が出ました。まあ、要するにスケールがなくても測れるよということです。ビタビタの数値を出したいのであればスケールを使うべきだとは思うんですけど、まあ、ざっくりと、ここからここまで 2.7m やから、まあ、僕ら工事やったらラック1本いらないぐらいかなとか、 17m とかね、そういう長い距離になるとスケールでは測れないので、そういう時に便利です。まあ、一応これ今はここからの距離なんですね。2個測れます。例えばこの机から天井まで、今レーダーが出てるんですけど、まあ、これで 1.8m だよということです。でこれねポケットに入れれるってことで、僕がねいいなと思ったのは、例えばこうやってあの現場作業員の僕からしたらこうやって入れてて、あの例えばお客さんとか作業員の方に、まあ、僕ら大きい工場とか行くことが多いので、こうね現場でね、まあここは部屋なんで何もないんですけど、あの黒い時計がまあ何かとして、あの黒いやつあれ見えますかねみたいな、えどれですかみたいな、パイプの上のちょっと左にあるやつですわって、そういう説明がなかなかね伝わりづらいんですよね、いろんなものがありすぎて。でお客さんにはそういうふうにこう伝えにくい時もあるし、例えば作業してる職人さんにもあそこにこれをつけてっていうだけでもどこですかみたいになるんで、これ距離を測るだけじゃなくてね、こうやってね今見えてますかね、この辺に配管してください、この辺に照明器具をつけてくださいとかね、これが 40m まで飛ぶので、僕はまあ長さを測るのはもちろんなんですけど、こういう使い方ポインターとして使うので、僕はいつもこれじゃないんですけど、もともと持ってるレーザーを腰道具にいつも入れてます。まあ、ちょっとざっくりと体面積とか体積で、これはピタゴラスですね、斜めと横を測ったら縦が測れるよみたいな、縦が測りづらい場面とかね、まあそんな機能がついてます。これは3499円となってまして、あちなみにこれ電源勝手に切れます、オートシャットダウンです。なんか切り忘れて充電がなくなるっていうこともないです。測定誤差プラマイ3ミリということなんで、まあかなり正確に測れるんじゃないかなと思います。はい、ということでミニレーザーでした。次はこれ、まあもう説明いらないかなと思います。ソケットを刺すやつですね。カラビナがついて、しかもこのカラビナはロック付きなので、こう今はフリーなんですけど、これを閉じといたら落ちてなくなることもないかなと。でまあ僕らだったら現場作業員なんで、こういうふうにね、こういうのをこうやって、でまあいつもだったら腰道具や、まあ、ちょっとした時やったらこういうふうに、これがあるか、こういうところに引っ掛けておく。まあ、これ職人さんじゃなかったら車の鍵とかこうやってぶら下げてる人多いですね。職人さんだったらまあみんなご存知だと思うんですけど、もう今は当たり前になってるのかしれないんですけど、この外す時、上にスライドして外すタイプと下にスライドして外すタイプがあるんですよ。でこれは上にするタイプで、これがこの値段、価格安いのにいいなと思いました。何がいいかといったら、こうやってぶら下げてて何かの拍子でこう当たるんですよね。ほんなら知らん間にこれが落ちてなくなってるっていうのがよくありました。なので今この下にスライドする方式っていうのはもう見なくなりましたね。今までこういうのにゆかりがなかった人、 DIY で車の鍵とかつけたいんだよという人は上にスライドする式の方が安全やと思います。まあ、ってことで、これをこういうカバンとかにガチャンとかけてもいいし、これに関しては僕は何個あっても困らないと思います。もうすでにこんだけ持ってるんですよね。こっちにもあるし、ビットホルダー、もうビットホルダー大好きなんで、僕としては1780円で 1,2,3,4,5,6,7 個もついて、カラビナもついて、かなりお得やと思います。ってことでビットホルダーセットでした。次はですね、ロッキングプライヤーといいまして、まあいろんなタイプが5種類あります。
でこれね、知る人ぞ知るというか、そこまでじゃないかな、意外と知らない人も多くて、結構僕これ好きで、現場でこれ使ってって言って使ったら、え、何ですかみたいな、でこうやって使うんやでって教えてあげて使ってもらったら、これめっちゃ便利ですねっていうことで、結構僕ら現場作業員には便利です。で DIY とかでも使えると思うので、まあ簡単に僕の動画でも説明しているので、どんな風に使うかっていうのを説明します。例えば溶接、溶接する人って限られてると思うんですけど、まあ、こういう風にこれを溶接したいと、そしたらこうやって左手で持ちながらこうやって溶接するのって、こうお面とかカブラなんかし難しいですよね。そんな時にこの細長いのを使ってみますね。これを今ちょっと締まらないんですよ、硬いんですよ。ここでね、調整するんですよ。ちょっと緩める方ですね、締まらなかったので。まだちょっと締まらない、これは緩すぎました。お、いいぐらい、今のでまあちょっと弱いかな、もうちょい締めてもいいかな、こんなもんかな。お、いい音した。これでガチガチに固定されてるので、ここを溶接して、溶接が終わったらこっちが解除する形ですね。でこの細長いの、僕らまあ電気屋がよく持ってるのはこういうタイプですね、丸いの。これはね、まあこれぐらいしか入らないんですよね、まあ、正直僕らはこれでコット足りるんですけど、まあ、作業内容やシチュエーションによってはこの奥の方でこんなんを挟みたいと、挟んで溶接したいという時にこいつなら奥までいけるんでいいんじゃない、まあ、これで溶接したり、この状態でまあ何かナットを通したりね。ではまあもう同じことの繰り返しになるんですけど、最後にまあよくある使い方、例えばこういう風に接のエッジ工であったり L アングルなどが走ってます、そこにレールを取り付けたい。これ短いんで持てるんですけど、 1m とかのレールだったら重たいんですよね。でこう手で持ったままビスなどで打ち込む作業というのがあるんですけど、こう持ちながらこうドライバーを取ってビスを取って、こう片手でやるのってすごい難しくて、そんな時にこれでカチャンと挟んでやれば、まあ、これ左手今持ってますけど、普段はこれはもう構造物として固定されているので、両手がフリーな状態で作業ができます。ってことで、このロッキングプライヤー、2980円でかなり600円ぐらい、1個600円ぐらいで安いんで、ちょっと5個もいるんかなっていうところもあるんですけど、まあ何種類かあった方がいいよって方は、僕は何個あっても困らないと思います。もう僕すでに5個ぐらい持ってるんですけど、それでもね、現場でいろんな人にこうこれ使ってて渡したりして、なんやかんやね、何人も助けに来てもらったら足らんようになったりするんで、これは結構使えます。ってことでロッキングプライヤーでした。次はですね、これ電池セットですね。19、17、15、14、13、12、まあ11、19と。とりあえず面白くしたいです、電気屋を。